ようこそ県のサブチャンネルへ。このサブチャンネルはどんな感じの喋、りネタをネタって言うとあれやけど、どんな感じの、テーマをお話ししていこうかなと考えているのは、まず一つ目はですね、なんだっけ、もう聞いてくれる今この状態で動画を撮っているんですけど、ここまでたどり着くのにもうかなり時間かかってね、かなり時間かかりました。いやーいやーってなるわ。このテーマですね、まあ一つは蜂蜜サブチャンネル蜂蜜かよって思った一人かもしれないですけど、暑いなー。いやーね、蜂蜜、実は蜂蜜の食べ比べ動画というのをですね、一つ撮ったんですよ。でも全然ダメです。まあ撮れてるは撮れてるんですけど、動画はもうボツです。もうね、もったいない。蜂の巣と蜂の巣、そしてジャラハニーというのを食べたんですよ。一個こんなパウチに入ったような、こんなちっちゃい これぐらいのやつ、2500円ぐらいするんですけど、それが本当に美味しくて、でそれもね、こう美味しいっていう動画を撮ったんですけど、もったいないね。でもまあまだそれやりたいなと、まだ残ってるんで、何食わぬ顔でまた食べ比べできたらなと思っております。まだ蜂の巣も3分の1ぐらいは残ってるので、はい、まあ一つ目、蜂蜜ですね。一つ目蜂蜜、二つ目ホラー映画。どうしてホラー映画かというと、ホラー映画ってね、とても素晴らしいんですよ。お母さんがね、小さい頃からテレビで、まあビデオの時代ですよ、 VHS ね、もう皆さん知ってるか知らないかぐらいの世代の人もいると思うんですけど、まあ、元 VHS、まあ、3歳ぐらいから記憶あるかな、3歳後半から、まあ、9歳ぐらいまで、まあ、本当にもうホラー映画教育ですよ。あんたホラー映画好きになりなさいみたいな感じではなかったですけど、最近も見てきまして、それをね、まあ、いろいろ紹介したりとか、自分が今まで見てきたホラー映画を振り返ったりとかね、まあ、改めてもういろいろ見すぎてね、ほんと全然あれこれこんなん見たっけとか、タイトル思い出せないけどこんなんあったなとか、こんなんあったっけ、なんか似てるなとか、これリメイクかな、でもこれ見たいけども、最近もレンタルショップないし、配信もなかなかされてないみたいなやつっていうのも見てきてるんですよね。そういうの振り返って、あ、こんな時あったなとか、あ、昔こんなの流行ってたなとかっていうのをね、紹介したりとかお話しして、皆さんと共有できたらなと思っております。でもホラー映画チャンネルにするつもりはないんですよ。でもやっぱりね、ホラー大好きなので、音楽の次には映画なのでね、3つ目はとりあえずこのチャンネルで動画を始めるにあたってパズルやりたいなと。パズルね、この千年パズルっていうんですか、違うね、千年パズルじゃないねなんていう大きいパズル、なんていう、わかんない、もういいや、ちょっと大きいパズルにもうしばらく10年以上挑戦してないのでと思って置いております。はい、ちなみにエヴァンゲリオンのパズルです。映画公開されたんですよ、2021年、もう皆さん知ってると思うんですけど、そのタイミングでパズルですね、ちょっと奮発して買っちゃったな。1、過去に今まで歌ってきた曲とか自分の作品 PV とかを振り返ります。2、映画関係喋ります。3、食べ物関係喋ります。食べます、まあ主に蜂蜜食べたいなと思っております。4、パズルとかその他いろいろやってみたいなと思います。5、その他、今僕がここにいる世界から飛び出して抜け出して、バンジージャンプとか、まあ、山登りとか川下りとか、まあ普段ね、こうカメラ回ってないの自分が絶対やりたくないなって思うことをやれたらいいなと。 あとねコラボとかもね、やっぱやってみたいんだよね。これほんと一人でやってるんです。ジャンマネ、マネージャーとマネーがほんと必要です。アイリーのジャンマネ、はい、ぜひねお願いいたします。そんなわけでですね、まあこのチャンネルでやっていきたいこと、そして今必要なこと、とりあえずメインチャンネルも今まで以上に動かしていきながら、サブで皆さんによりですね、ケンゴという存在を知っていただきながら、もう一つあったわ、もう本当にもう抜けてるでしょう。自分のね、体のこと、体調とかね、まあ、そういうプロフィールに載ってること、まあ、自分の生い立ちとか、そういうことも改めてね、カメラに向かって自分の言葉で喋りたいなと思っています。だから全部でね、まあ、ちゃんとしたテーマは4つ5つぐらいあるんですよね、今思い出す限りでは。メインの本業として、こうメインでやっている歌、音楽がですね、まあ、
僕はね、自分でこうやっぱりこのチャンネルもそうなんですけど、音楽も全部自分一人で、まあ、外注したりとか、外の人にね仕事頼んだりとか、まあ、マネジメントっていうのを、まあ、レコードレーベルとか事務所入ったりとかっていうのを僕はしてなくて、全部自分一人でやってるんですね。だから本当にね、結構こう言うとあれなんですけど大変なんだよね。いや、みんな大変やと思うけど、みんな大変なんだよね、一人でやってる人って。だからね、でそれを応援するファンの方とかっていうのも本当にね、特別よ、特別。自分がやりたいことをやっていく上で、こう自分のことを好きになってくれる、応援してくれる人を増やしていきたいなっていうのが一番なんですよ。メイン歌のチャンネル、そしてサブはまあいろいろね、それ以外のこと、まあ、僕自身がこういろいろ喋っていくっていう、挑戦していくっていうチャンネルなんですけど、それも兼ねてこのサブチャンネルからメインチャンネルに興味を持ってくれるような人、僕に興味を持ってくれるような人を増やしていきたいなと思っておりますので、皆さんぜひですね、ご視聴登録グッドはバッド、コメント、いろいろしてもらえたらいいなと思っております。今後遡ってこの動画見てくれる方、そしてタイムリーで見てくれてる方、本当にありがとうございます。はい、というわけで第1弾の動画はこれで終わるかな。はい、ありがとうございました。また次の動画、早めにアップできたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。では